これパソコンの画面なんですけど、このファイルの中に全部効果音が入ってるんですよ。まあ、ほぼ毎日編集をするので、その編集の効率を上げるためにマジでよく使うとか、なんか使えそうとか、よく使うとか、まあ、その他とか、その効果音の使う頻度によってファイルを分けているんですけど、このマジでよく使うフォルダの中に P 音が入ってるっていうね。マジでよく使うの中に P 音を入れてる動画投稿者、ゴニアです。こんにちは。というわけで、今回は PS4 の対抗をやっていこうと思うんですけど、一昨日木曜日にドンダーパックの配信が来て、また曲が増えたんですよ。で、その中に刹那トリップっていうボーカロイドの曲が入ってきて、俺もう刹那トリップ大好きなんだよ、本当に。あのね、まあ、別の音ゲーの指糸っていうのがあるんだけど、その指糸とかでもめっちゃやってたし、もう刹那トリップって感じなんですけど、あのね、表と裏譜面両方あるんだよね。そうそうそう。で、まあどうしようかなって考えて、まあせっかくなんで、両方やっちゃえってことで、表と裏両方やっちゃいたいと思います。なんですけど、一人で二つ同時にやるのはちょっと不可能なので、久しぶりにお留守番くんにちょっとお手伝いをしてもらおうかなということで、今回は表譜面を私ゴニハが担当し、裏譜面をお留守番くんにやってもらおうかなと思います。というわけで、早速やっていきたいと思います。